Some stuff from there. So we'll take the case. It's a PC junk shop in there. Isn't this task then case. Can they just like take some things? Here's your first detective case. Go shopping. Oh. Thought I had more bullshit. I just straight up got the Gmod. Excellent. This is in there. I just put this on. Junk over here. Oh my god, no way. That's the one from the original game. Says the same shit. What an easy case. お前な、連絡入れろって言っただろ。こっちは散々心配したんだぜ。俺今中野にいるんだ。会えないか。ちゃんと話聞かせてもらうからな。 Where the fuck is he? お前。無事だったんだな。どこも怪我とかしてないよな。親友が突然ハッカーチームに入るって言って連絡が取れなくなったんだぜ。大丈夫なのか。ひどいこととかされなかったか。何があったのか。ちゃんと聞かせろよな。They hit me with a whale. リュウジってやつの誘いに乗ってハッカーチームに入ったわけか。お前何考えてるんだ。ハッカーなんてお前からアカウントを買ったやつらと同じ人種じゃないか。そんなやつらを信用するなんて。なんだよ、黙りこくっちゃって。
Do I ever speak? Look at that plush. Are we trying to date this guy? そういうこと言うのは、俺シーケだ。なあ、今度は俺もついていくからな。何驚いてんだよ。闇マーケットだって。俺一緒についていくつもりだったんだぜ。それを黙って一人で行ったりしてさ。結構ショックだったんだけどな。今度Kから連絡が入ったら。 必ず俺にも連絡しろよな。よし。じゃあ、俺もう行くよ。話聞いたら安心した。約束忘れんなよな。Oh, hell yeah. I do.ようこそ、クレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。お話は中で伺いましょう。おや、君は。面白い。やはり君とは縁があったようだ。What? そうか、まだ名乗ってなかった。すまない、素性を隠したがるのは私の悪い癖で。私はクレム京子。見ての通り、しがない探偵だよ。この中野で探偵事務所を営んでいる。立ち話もなんだ、とにかく。 私と出会った時のことを思い出してるよ。ああ、あれは本当に助かった。あの手のフィールドワークは一人ではなかなか骨が折れる作業だったね。あの時は今のように雑事を任せる助手もいなかったし、うん、今思えば 助手というものの良さに気づけたのは、あの時の君との出会いがあったからかもしれない。そうだ、助手といえば君はあの後に起きたこと。それは残念。君は会員には縁がないのかもしれないな。君があのまま新宿にいて、私よりも先にデジタル怪獣に遭遇していたらどうなっていた。 また違った運命の歯車が動き出し、違った未来が過ぎ、はたまた起こり得ない過去が衝突し、その場合、あくまでも固定され。せんないことだ。忘れてくれたまえ。ここは単純明快に行こう。そうだな、君はコーヒーは好きかな。客人だというのに何のおもてなしもせずすまなかったね。 二人の再会を祝して、君に特製ブレンドをごちそうしようじゃないか。スペシャルブレンド。どうかしたかな？
早く戻らなければいけない。そうか、どうやら取り込み中だったようだな。ぜひ新作の感想を聞きたかったが、またの機会にしよう。君とは縁があるようだ。おのずとそれは訪れるだろう。もし君が優秀な探偵をご所望なら、再びここを、信頼と実績のクレミ探偵事務所を訪れたまえ。高校生の君に高額な報酬は期待できそうにないな。金銭ばかりが報酬ではないさ。興味深い事件そのものが、もっともそれで腹が膨れるわけではないの。 She didn't ramble this much before. Get me the fuck out of here. Fuck this, I'm going home. Hi.Box of tissues. Put my jacket back on.Jesus Christ. The case.Is he gonna open his eyes? I can't see any of them, my eyes are closed. Hello. Amazing. Wow.
What is going on? Get mugged. Wait, what? What the fuck? Is this a horror game? Not another Doki Doki. Oh, it's just this guy. Oh? その服は? ひょっとしてお前さん龍神とこの新入りかい俺かいなーに俺は龍二や千歳の馴染みで又吉五郎ってもんだ近くに寄ったもんであいつらの様子を見に来たんだ二人は留守かいそうか記念なら仕方ねえエリカちゃんにも挨拶してきてえとこだが今日は手土産もねえしな龍二には又吉が来たって言っといてくれやお前さんも悪さなんかすんじゃねえぞ。何かしでかそうもんならその時は逮捕しちまうな。なんてな。伊達みたいなこと言っちまったぜ。Told me it's crazy.Thank you. よ、依頼はどうだ二つとも終わったよしよし、優秀優秀そしたらさ、お嬢とエデンに行ってきてくれないかエデンに俺のマルウェアがいくつか仕込んであるんだけどちょくちょく点検しないといけないデリケートな代物なんだ俺もリュウジもザクソンへの報告が終わるまでは動けないしてなわけでマルウェアの点検も兼ねたパトロールを頼む、うん、怒らせたばかりだし気まずい Yes. 心配すんなってもう怒ってねえからいいから行ってこいこれは先輩命令だお嬢にはもう伝えてあるから先にログインしてるはずだぜメインエントランスで落ち合ってくれよじゃよろしくな詳しいことはお嬢に聞いてくれVery important.
いつからそこにって君がエデンにログインした時から声かけるタイミングわからなくて千歳に言われたマルウェアの点検するから一応聞くけどマルウェアって何だか分かってる頭痛いやっぱ知らないで使ってたんだマルウェアっていうのはデジモンと千歳が昔からそういうプログラムでは得意ないろんな特技を持った子たちが依頼があってから情報収集を始めるんじゃマルウェアたちは動作のわずかでももちろん千歳のプログラムエデンの運営チームには優秀な技術ナビスト君っていう正体不明のハッちゃんと聞いてた プログラムの話をするときは楽しそう、うん、楽しいのプログラムの話はというかネットの世界が君は それじゃ点検始めようHello?
Heidi, you need to tell me what to do. Serious? How was I supposed to see this? Okay. Janta, go there. What is it? This girl is a ghost. You said that you were going to be able to do it. This girl is a malware here. Kumobachi-chan. The user who is passing through here is watching. This girl is a small Digimon with a small capacity. 汎用性が高くてマルウェアにしやすい。容量の大きなデジモンはパワーや処理能力が凄まじいけど、ほら仕事に戻りな。次行くけど。ならご栄よろしく。何？デジモンがいないのに私にしてみれば誰が作ったのかも分かって。どんな私は。 ローカルってバカにする人もいるけど、デジモンが見つかって、今はデジモンバトルが主流だから、お兄ちゃんを打ち取す。私がバトルしないのに戦うのは、本気味はうちのチームの新しい。とにかく護衛は君の仕事ってこと。ガッデンナスコンメッセンス。 Community area. このマルウェアは、姫バチちゃん、検知不能な何かを捉えたみたい。君、この辺りで妙なものが現れているのなら。ポポメインドウェッジ?ウィンドウェッジ?トライアングル? いるはずのない猫。電脳クッポカにも妙に言って。ガーデン。興味ある。ああ。オカルトの隠し部屋は、アバターを変えた隠し部屋は、表層に見えないが電脳魔女は、ただの裏だけど、ここのマルウェアはイニシャライズした。 噂の場所だね。ハッキングの痕跡。嘘、猫、本当にいた。見失っちゃう。追いかけて。Chase that pussy. Oh.
Jesus, I see three. It's right here. Here. Why is this happening? いなくなっちゃった。どこかのエリアへのリンクがある。待って、インプテーマ、こんなの変。このログも痕跡も。リアルタイムではそれなら捕まえた。What? Well, here we are. あなた誰に導かれてここへ来たのかしら。あなたの運命、あの子の運命の枝、それとも。バイスペクトコミュニティ。答えなくていいわ。すでに導かれているのだもの。とにかくあなたはここを訪れた。ようこそデジラボ。私はミカグラ。ここのこの場所からとある運命の交わりを見守っていたのだけど、私自身驚いた。デジタルモンスター、ここはデジタルワールド。デジタルワールドについては今は特に。さて話を。いえ気にしないで、こっちのことよ。Not saying anything. デジラボのこと。イレギュラーとはいえ、しっかり利用して、最後にもう一つ。ハッキングスキルはデジモンを刺激する。でも、あなたはあの子とは違い、生粋のハッカーのようだから、わざわざ私が言うまでもない。あなたをここに導いたのは、あなた面白い女の子。今もここを探、ここはあなたたちのメタバース。そちらのプロトコルではあなたはあの子とは違うみたいだから、いつでも利用してちょうだい。覚えておいて、あなたが進むべき道に行き詰まった時、デジモン、その力はきっと。それじゃ。時を同じくして回り出した二つ。この事象はおそらく私の世に定めさせてもらうとしましょう。You're giving my old Digimon. あ、戻ってきた。
わからないで送ったのかって。私だって行きたかったけど、後で君のログちょうだい。でも、君の目を返した。そっか。彼女が何者か気にならないのか。別に。もういいよ。君の話から推測。君が出会った電脳魔女。そう考えれば辻褄。電脳空間の隠し部屋を捕捉できないのは、このエデンでそんなことするには、よく考えればエデンね。やっぱりあの猫、あれだって。もうちょっとは自分で考えなよ。よし、偉かったね。Jesus Christ, 4 up? Oh, about 4 levels. 大丈夫？今度はハッカーによ。何その反応。せっかく助けてあげたのに。動かないで。でもまさか信じてくれ。別に。じゃあ
信じるとも言ってないよ。このそんなんじゃないから。でも私たちに聞かれても、私は言っておくけど、私は当てにしないで。So beautiful. バカリンした。シガを襲ったその化け物についてはこっちで調べましょう。あいつの正体に心当たりはあるが、デジモンではなかったようだな。わっちらにも見当がつきんせん。同じような報告は他のハッカーからも聞いてる。今情報を集めているところです。なあ、シガは放っておいていいのかよ。アカウントのエラーを装って逃げてるだけかもしれないぜ。あんな小物、これ以上追いかけたところで無事。どういうことだ。シガのようなフリーのハッカーを使ってそいつを戦う。次の依頼は。話が早うてやり方は問わへん。ザクソンを怒らせたらどうなるか。おお、おっかね。おいおい、ずいぶんなメンツが揃ってるな。お前。おや、誰かと思うたら、元伝説のハッカーチーム、ジュートの新たはんやないの。あんたはザクソンのナンバー2フェイだ。噂は聞いてるぜ。いや、久しぶりだな。よく俺たちの前に顔が出せたな、真田。よせよ、リュウちゃん。今さら詫びでも入れに来たのか。またそれかよ。もうよしてくれ。終わったことだろ。なんだと。よせって。フェイだっているんだ。場所考えろよ。続けて構いまへんえ。そういえばアンさんが二人も。Damn, deep backstory. もっと重度でしたな。解散したとはいえ、元仲間同士、弾む話もありましたこんな例の件、よろしく。ザクソンか。お前ら、すっかりあいつらの仲間になっちまったんだな。なあ、エデンのハッカーはどうしちまったんだ。最近の奴らはおかしいぜ。暴走する奴が後を絶たない。俺たちの時はこうじゃなかった。黙れ。知ったような口を聞くな。お前には関係ない。逃げ出したお前にはな。リュウジ。逃げ出したか。まあその通りだよな。パーゲン、待てって。リュウジ、あんな言い方ないだろ。あいつだっていろいろあったんだからさ。悪い。まあ仕方ねえけど、お嬢の前ではそんな顔すんなよな。あとあいつな、新人、今の俺たちはフーディーなんだからさ。ああ、そうだな。少し頭、うん、じゃ先に店戻ってる。俺だ。ああ、
わかった。俺たちはもっと自由だったはずだろう。Slowly just happened。言ってくれるぜ。綺麗事を。Demon slime?なあ、あそこの部屋ってなんで立ち入り禁止なんだ？お前知らないのか？あそこはな、立ち入ろうとする者の周りに不幸が起こる開かずの VIP ルームとして有名なんだぜ。こう？俺の知り合いの友達のいとこの担任が受け負ってるクラスメイトが、その入ろうとして様々な不幸に拒まれたらしい。端末すべてクラッシュしたとか、恥ずかしい写真が流出したとか、自動ドアに挟まれたとか、犬に噛まれて黒猫が横切ったとか。そういえば、さっきあの部屋の前を通った時、俺も乗る。お払い行けよ、つけ。私のデジモン。でもでも、体の中見られるなんて恥ずかしいでしょ。データがムズムズって。なの？この部屋に妙。ああ、赤字のビッグルームね。たまに面白い半分そいつらに何度かハッキングでお仕置きしたら、私全くこの部屋から出ないわけじゃないし、よく見ていればわかることなのに。ネットの検索方法を教えてあげるから。はーい、エリカは私にいろんなことを教えてくれ。私のデジモンだもん。ねえ、それより聞いて。デジモンってただのポンポの子たちが外部データを読み取って学習する機能を仮に消滅しても自身の複製を作り出すデジタルワールドのプログラムって。いいですけど。解析ね。やったずいぶん頼もしい仲間ができたようだ。ケイ。Really?